thinking about like cryptocurrency to other cryptocurrency and also changing. 堪能な英語で生き生きと仕事をしているこの女性は、海外の事業拡大をミッションとし、アメリカやヨーロッパなどで経営企画を担当している。1年のうち平均 5,6 回は海外へ赴き、打ち合わせ、交渉を行っているという。当社はベンチャー企業であるからこそ、自発的に考えて行動できる柔軟な環境があり、毎日やりがいを感じております。また自身の強みを会社が評価して、海外と国内の企画全般のポストをいただき、大変嬉しく思っております。彼女の仕事ぶりからは、一切やらされているというイメージを受けない。率先して仕事に打ち込み、楽しんでいるように見える。現在は海外の思考をダイレクトに取り入れた海外視点のパーパスブランディングや SDGs の反映に注力しております。責任と緊張感もありますが、当社の仕事は達成した分だけ評価される仕組みなので、非常に楽しいと思います。彼女は今年、国内本社のパーパス、つまり経営理念も再構築したという。どうやら彼女の勤務する企業に秘密がありそうだ。最近は企画、営業など幅広い分野で女性が活躍できる場が増えてきました。ただ日本とアメリカのベンチャー企業を例にとってみると、日本は比較的男性が多く、アメリカでは女性が多く働いていると言われています。その違いはどこにあるのでしょうか。企業魂、今回は女性が自分の強みを生かしながら主体的に働いているあるベンチャー企業を追いました。東京都中央区銀座、ここに株式会社KPI ソリューションズがある。2006年創立、独自の特許技術を持ち、 AI 技術を活用して広告配信サービスを展開している。パーパスである AI で人々の活動に革新をもたらすを原点に、現在は広告分野だけにとどまらず、 AI を駆使した分析サービスやIoT などの新たな領域でビジネスモデルを構築し続けている。弊社の強みは、日本だけでなく世界の潮流を見越したグローバルな視点で革新的なサービスを作り出すところです。社員が一丸となって目標に立ち向かう、本当に会社全体がチャレンジ精神旺盛だといつも実感します。またKPI ソリューションズでは、2016年6月にはシンガポール、2017年5月にはアメリカ・ニューヨーク支社を設立、海外での事業開発も積極的に行っている。海外営業事業部の有浪は、仕事のやりがいをこう語る。当社は常に広告業界を変えてしまうほどのインパクトのあるサービスを開発し続けています。また大手の企業様からも多数お問い合わせをいただいており、そこに私自身も誇りを感じています。また今この会社の規模だからこそ、一緒に会社を作っている実感が湧いていて、会社成長そのものが私自身のやりがいとなっています。 KPI ソリューションズの職種は、大きく分けて3つに分けることができる。システム開発、営業、企画管理部門である。現在はどの部署でも女性社員が多く活躍している。 IT 業界では男性マネージャーのイメージがあるが、このように女性も主導権を持って働ける企業は、日本の IT 企業ではなかなか見られない。社内評価制度がしっかり引かれており、年齢や性別に関係なく能力や成果に対して評価されるので、積極的に活躍できる職場だと思います。さらに社員各々の出身業界も幅広く、ブライダル企業やメーカー営業など、
多種多様な人材が活躍できる職場となっている。デジタルマーケティングというと専門的で難しいと思われるかもしれませんが、 IT という汎用性の高い業種だからこそ、自身の興味を発掘したり最先端の知識を取り入れることができるので魅力的です。他業種から転職してきたメンバーも知識と経験を生かしながら現在活躍しています。また現在システム開発に所属する野沢は珍しくも女性エンジニアとして活躍している。 KPI のどこに魅力を感じたのだろうか。強い商品の開発に携われるといった仕事内容はもちろん、企業理念であるパーパスを社員一人一人が全うできる、そんな環境づくりに感銘を受けました。そしてそれは入社した今でも実感しています。 KPI ソリューションズには福利厚生の一環として家賃補助制度がある。通勤時間の合計が20分以内であれば家賃の半額、最大10万円まで会社から月額支給されるというものだ。もちろんその他簡単な規定はあるが、これは代表の社員みんなが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作りたいという理念が込められた制度である。以前は通勤に1時間も費やしておりましたが、今はたったの15分です。実際に仕事の質と効率が向上し、仕事に対する考え方が大きく変わりました。ワークライフバランスも充実でき、さらに仕事と会社が好きになりました。家賃補助制度以外にも社員の働きやすさを考えた社員参加型のイベントを開催している。その一つがヨガで瞑想である。こちらも当初の理念パーパスに基づいたワークライフバランス施策の一環です。非効率労働を解消することで仕事の生産性を高める活動です。瞑想は脳内活性や発想力強化の助けになります。実際に自分の仕事に新しい意味や充実感を見つけたといったマインドフルな社員も増えてきました。優秀な人材であれば異業種でも積極的に採用すること、そして働きやすい職場づくりにより社員に最大のパフォーマンスを発揮させること、これが KPI ソリューションズ独自の強みだと言える。その強みが発揮し始めた今、KPI はいよいよ次のフェーズへと移行していく。 As a leading digital marketing solution provider in Japan, we are in progress of extend our business in more, not only in domestic market, but also in international market. We are in progress of reorganize our professional team to make us unique in the competitive marketplace.We focus on using artificial intelligence-based marketing solution along with extend our capability. このようにして、社員一人一人が自分の仕事に責任を持ち、上司に指示を仰ぐのではなく、まずやりたい方向を決めてから確認するというスタイルは、KPI 代表の石田が求めていたスタイルでもあった。今年本社を増床、業務スペースも拡大し、さらなる雇用を考えている。 AI で人々の活動に革新をもたらすという当社の存在意義である目的、パーパスですね、に共感したり理念を共有したりできる方をぜひともお待ちしております。何より、定まったゴールに対して自ら発せる方と一緒に KPI を作っていきたいですね。日本の IT ベンチャー企業として新しい職場環境、働き方を展開している石田に今後の展望を聞いてみた。弊社はこれから AI 分野を基盤にブロックチェーンや IoT などの新たな領域にも挑戦してまいります。海外ベンチャーにも負けない世界の最先端を行くサービスプロダクトをここ東京で事業開発しています。
新しいチャレンジの中で活躍したい方、ぜひここ KPI ソリューションズでお待ちしております。